サバネです。今日はシーンの購入品紹介やっていきます。前回やったのがあれが夏なので、今回は冬バージョンということで、やっぱりね、冬はニットが欲しくなるよね。改めて買ってみたら、ちょっとニット系が多すぎて、これ申し訳ないことになってしまったんですが、早速ちょっと紹介していきたいと思います。でもう1着目着ております。こちらです。ジーン、ニットのボーダーです。色が何色かあったんですけど、ブルーにしてみました。めっちゃ可愛い。ほんでね、このニット、これ袖口とかがボロボロなの。不良品ってことじゃなくて、こういうデザインなんだと思うんだけど、ちょっとやつれてるね。ダメージ加工ニットだから、ボーダーでもちょっとかっこいい感じにも着れるよねっていうニットなんだと思う。このダメージ具合はおばあちゃんとかに見られたら縫われちゃうと思うから気をつけてほしい。下のデニムもシーンです。これ S サイズにしたんだけど、 S サイズって正解だった。めちゃくちゃ可愛い形。足元にかけてダボっとしている形なので、まあなんかジャージとかに近い感覚で履けるジーンズかなって思います。これね、サイドにポケットとかがついてるので、かなりボーイッシュめに着れるかなって感じです。スニーカーも履いてます、シーンの。これ可愛くない？色超可愛いよね。ベージュ系で、かなりここ厚底効いてるから、めちゃくちゃ身長漏れると思う。こんなに効いてんだよ、だって。え、これやばない？こんなにだけど、うわ、身長めっちゃ持ってんじゃんっていう風に見えないのよね。やっぱスニーカーだから、ヒールとかじゃなく身長盛りたい人にもおすすめかもしれません。イエーイ。あ、それ、帽子もあんだ。今回ちょっと帽子とかも結構買ってたな、私。これなんて言うんだっけ、こういうの。なんか、わかんないな。これはでも被り方が難しくて、いや、これちょっと違うじゃん、絶対。これだとどうでしょう。これ変じゃない？大丈夫そう。多分これ折らずにも被れるし、折っても可愛いしっていうことなんだと思う。中にモコモコがついてるから相当あったかい。いいコーデなんじゃないんでしょうか、我ながら。はい、続きましてこちら。これもニットなんですけど、これ可愛くない？自分顔が薄いので、無地っていうよりかはやっぱこれぐらい柄が入ってたりとか、こう派手な服が結構好きなんだけど、なのでこれも結構似合ってると思うんだけど、どう思う？下のズボンはそのままこれを履いてます。この下にタートルネック合わせてもなんか可愛いよね、冬っぽくて。しかもさ、シーンって安いのにちゃんと素材しっかりしてんだよね。普通に分厚いんだよ。しかもチクチクしないの。でね、しかも何を思ったのか分かんないんだけど、色地も買ってたんだよね。なんで色地買っちゃったんだろう。でも同じ柄なんだけど、色が違うだけで結構着た時の印象違くない？こっちは割とボーイッシュだけど、白だったらスカートとか合わせても可愛い気がする。何着あってもいいのかも、結局は。ってわけで2着目こんな感じでした。はい、じゃあ続きまして3着目なんだけど、これに関してはなんで俺これ買ったんだろうみたいなやつなんで、もうちょっとさやめに紹介します。こちら、あ、マジでなんで私これ買ったんだと思う。本当にシンプルにジャージで、後ろになんかこうやって入ってる。腰元にもこれゴムのなんかステッチみたいなのが入ってて、でもこれシーンあるあるだと思うんだけど、シーンのモデルさんが着てるとさ、全部可愛く見えるじゃない、おしゃれに見えるんだよ。多分シーンのモデルさんはめっちゃおしゃれにこのジャージを着こなしてたんだけど、マジで私が着ると運動しに行く人になっちゃうよね。運動かダンスレッスンかどっちかよ。あったかいし、しかも裏起毛で、お尻の部分がちょっと長いの、だからちゃんと隠れる。かわいい。自分がアイドルだったらこれでレッスン出るな。続きましてがこちらのカーディガン。ハートなのよ、黒でさ。これもね、ちゃんと生地がしっかりしてて分厚くてあったかいです。下に着ているものはよくある
なんていうのこれ、こういうのなんていうんだろう、なんとかかんとかみたいな。まあ上は可愛いじゃないですかこれ。下私またなんかボーイッシュなの買ってんだけど、どうした、可愛いんだけどさ、これ私何に合わせるつもりで買ったんだろうかなと思って。まあ私がね、もしもこれからダンスとかを始める暁にはこれを履いてあのダンスしていこうかなと思うんですけど、ハートのカーディガンに可愛く合わせられるものがちょっと見当たらなかったので、こんなコーデになっちゃったんですけど、はい、続いてのコーデがこちらです。これは可愛い、私っぽいシャツなんだけど、よーく見るとお花なんだよね。今の時期とか秋口にぴったりな色合いで、で中にはさっき着てたあのインナーを合わせております。下のスカートはこれはレースになってますね。このレースが2枚重ねになってるんだよね。意外とさ、このレースの素材ってね、なんかチャッチく見えがちなんだけど、シーンのは大丈夫そう、そこまでチャッチく見えない。なんか黒、下も黒でまとまってるので、カチューシャも黒いベロアのものをつけてみました。ただ私はね、頭の形が多分良くないからかわからないけど、カチューシャがやっぱり似合わないわ。カチューシャ可愛いなと思って毎度毎度買うんだけど、やっぱりつけてみるとなんか頭に乗っけてる人みたいな感じになっちゃうんだよね。これなんでだろう。絶対コーデ的にはさ、もうバッチリなはずなんだけど、なんか頭に輪っかついてますよの人じゃない。こんな感じでちょっといいとこのご飯行くときとか、舞台見に行くときとかでも着れそうだな。全然まだセーターあるんだった。これ羽織ったらどうだろう。白いセーターも買ったんでした。ちょっと違うか、ちょっとこれじゃないか、これじゃないな、これじゃないから、ちょっと待って、こっち。でもごめん、みんな謝んなきゃいけないことある。まだあった、なんでこれ買ったんだろうシリーズ。セーターは普通に可愛いのよ、見て。もう結構ホワイト、ホワイト、ホワイトって感じで、こういうちょっとクリームがかったんじゃなくてマジでホワイト、可愛いんだけど、またなんか私っぽくないスカートちょっと私っぽくない、なんかジャンバースカートみたいなの買ってたわ。可愛いんだけどさ、丈がちょっと見づらくてごめんなさいなんだけど、ほんと膝小僧のすぐ下らへんの丈なのよ。着方によっては可愛いのかもしれないけど、私の脳の引き出しの中にこれを可愛く着る着方が全然思い浮かばないから、ちょっとこんなになっちゃってるんだけど、多分可愛い着れる人が着たら絶対にいいと思う。はい、続きましてこちらのコーデです。超プリティーじゃん。どうしちゃった。これね、実はね、スカートと中のブラウス全部これくっついてんの。全部くっついてんのよ。だからこれで1枚なの。面白いよね。でも1点ちょっと注意、これかなり丈が短い。さっきのブルーのジャンパースカートよりもう1センチぐらい短いから、マジで膝小僧の真下って感じね。しかもこのベレー帽あるじゃん、これめっちゃ可愛いじゃん。これね、キモチがつけてたやつとめっちゃ似てるの。なんかシーンのものなんじゃないって SNS では言われたんだけど、まあちょっと実際はね、どこのメーカーのものかわかんないんだけど、すっごい似てんのこれ、マジキマチ。あったかちょっと買ってみたんだけど、かぶり方がマジでわからなくてこれ多分不正解なかぶり方な気がしてんだけど、どう思う。やっぱキマチ頭ちっちゃいんだな。私頭大きいんじゃないんだかな。順当にコーデを組んでったら余っちゃったアイテムがあるので、その余ったものを全部着てみました。そしたら意外と可愛かった。バケハ、中がボアになっててめちゃくちゃあったかい、で表はこうコーデュロイなの。なんかこう朝かぶりするだけでちょっとこじゃれた感じに見えて可愛いでしょ。で上のニットは最初の方で紹介したそのイロチのやつ着てみました。やっぱ同じ柄だけど色が違うだけでだいぶ印象が変わるね。でこちらは鍵編みのカバンです。ニューヨーク1988って書いてある。なんか正方形に近い形なので、横幅はかなりワイドで、すごい荷物が何でも入りそうです。ちなみにこれうちは入るんではないんでしょうか。こちらのジャンボうちは入ります。余裕持って入ります。ちょっと上は出ますけど
全然入ります。下はスウェットです。また私スウェットみたいの着てたんだけど、これかわいい、ライン入ってるかと思わせといて、青いステッチの縫い目が2本こうやって入ってるっていうものなの。なんかよくあるここに線入ってるものよりかもスポーティーすぎない感じかな。なんかおしゃれな韓国の女の子たちの休日みたいな、ちょっとカフェ行ってレポート書こうかみたいな、なんかそういう感じで、足首のところがキュッとしぼんでるから、なんかスタイルもなんとなくよく見える感じがしますね。可愛くね、これ意外と余り物で作ったとはいえ可愛いよね。はい、というわけで今日はSHEINの購入品紹介冬バージョンやってみました。本当にSHEINね、安いんだけど生地とかが結構しっかりしてたりとか、あったかかったりとかして、本当に安いだけじゃない、ちゃんと使えるものが集まってるっていう感じがしますね。冬物もめちゃくちゃ可愛かったです。またあのクーポンコードございますので、よかったらこれ使って皆さんもあのお得にお買い物してみてください。ちょっとね、参考にできるものがあったか分かりませんけれども、あのよかったらね、私が選んだものもぜひチェックしてみてください。というわけで今日の動画を見てくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、Instagram もやってますので、フォローよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。